ここでは国民体育大会で行われるセーリング競技の種目及び競技方式を解説する。国体のセーリング競技は第1回大会からの種目で当時はヨット競技という名称だったが第55回大会と山国体からセーリング競技へ名称を変更した。国体で行われる種目はヨットの種類、青年男子、青年女子、少年男子、 少年女子で分けられており、現在計10種目。国体で使用される船は、セーリングディンギーと呼ばれる小型艇である。ここでの分類は、ヨットの種類での分類で解説する。470級は3枚母のプレーニングタイプの高速高性能艇を使用する競技。470級は、青年男子のみ行われるクラスである。オリンピックセーリング競技にも採用されている種目で、あるため、 大学生、実業団、一般などで急速に普及してきた種目である。1996年アトランタ五輪では日本女子が銀メダル、2004年のアテネ五輪で日本男子が銅メダルを獲得しており、日本人向きのクラスであると言われている。セーリングスピリッツ級は青年女子で行われるクラス。宮崎国体から取り入れられたクラスで、当時は 青年女子のみ行われるクラスだったが、秋田国体から少年男子、少年女子でも行われるようになった。ちなみに、二人乗り種目である。現在は、青年女子のみとなっている。シーホッパー QSR は、青年女子、少年男子、少年女子で行われるクラス。国内で普及している一人乗りクラスの一つである。スモールイコール SR、SR とは、 小さい偽装品福岡国体から取り入れられたクラスで、初心者、ジュニア、女性などに広く普及している。現在は、レーザーラジアル級に変更されている。また一流セーラーにも、強風下での練習用として使用されている。シングルハンダー級は、青年男子でのみ行われるクラス。神奈川国体から取り入れられたクラスで、数と乗り種目の一つである。 国内で最も普及しているシーホッパークラスとレーザークラスが同時に競技するクラスで2種類の船が同時にレースをする唯一のクラス。ウィンドサーフィン級は青年男子、青年女子で行われるクラス。愛知国体から正式種目になったクラスでセーリング種目の中で一番体力が必要な種目である。なお一番スピードの出る種目でもある。 FJ 級は3枚母のセンターボート艇を使用するクラスで少年男子、少年女子で行われていた。兵庫国体を最後に廃止され、代わりにセーリングスピリッツ級に少年男子、少年女子が加えられた。このクラスは470級を小型にしたような艇で、あるが艇の艇部分が丸くお椀型で、主に高校生に使用されている。現在国体では、 420球が採用されている。国体のセーリング競技ではフリートレース方式を採用している。フリートレース方式とは多数のヨットが同時にスタートし、会場に設置してあるマーク部位に決められた順番で到達し、ゴール地点にいかに早く到着するかを競う競技である。順位及び成績決定方法は成立したレースにおける得点合計がより少ないを上位とし、 さらに獲得得点に各種目ごとの順位得点を加えて再算出した得点の合計が少ない定を上位とする。一種目のレース回数は大会によって変わるが近年の大会では5回行われる傾向である。ただし海の状態によってはレースが中止になる場合が多いため一レースでも成立していればそれまで行われたレース結果を最終成績としている。詳細が不明なため 記載なしにする。都道府県の通算優勝回数詳細が不明なため、記載なしにする。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 ありがとうございます。